どうも、ケイスケです。ちょっとね、これ見てください。20万円現生、学生ローンでね、20万円借りちゃいました。ビリ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 ガクガク。もう俺が YouTube です。まあ、僕も4年生でね、サークルも何にも入ってないんで、学生時代の思い出っていうのがほとんどないんですよ。多分このまま行くとね、仮にお金持ちになったとしても、若い女の子をね、こうお金で呼んで一緒にね、コール飲みとかして、で必死に青春コンプ埋めようとする一番ダサい大人になっちゃうなと思って、それだったらね、もうこの夏を最高の夏にしよっかなってなって、でまあ学生ローンでね、借りちゃいました。ちょっとマジでやばすぎない？重なっちゃうんだもん、いくらこう見せようとしてもみんなに全部。嗅いだことある？20万円の匂い。こんな匂いがするんだ。で、まあ、これからね、この夏の予定組んでいくんですけど、もうやりたいこと全部やりたいんですよ。ちょっと一回これ置きます、重たいので。でお金あったら何したいかなって考えた時に、まず最初にね、やっぱり世界三大珍味をもう全部同時食べ、もう長年の夢だったからね、まずそれは確定だね。でもキャバクラも絶対行きたいね。やっぱ若いのにすごいねって、シャンパン開けたりとかしてチヤホヤされたい。あと逆に俺感受性豊かだから、パリの美術館とか行って、まあ、刺激受けたりしてね、その人生に深みを出すっていうのもいいですよね。あとはまあグッチのキャップは絶対欲しいね、かっこいいから。あとはまあ普通にドバイ住みたい、税がかからないって言ってたから。あとはまあ新進気鋭の YouTuber とかインフルエンサーがいるね、パーティーみたいなとこ行って、で自分より登録者少ない YouTuber に靴舐めさせて、で現金ちょっとあげたりとか、そういうのもマジでしてみたい。あとね、ほんと一回でいいから、本物のもう偽物じゃないちゃんとしたウニ食べたい、そういう気持ちもあるね。あとはまあ普通に整形したいね。もうはちゃめちゃにかっこよくなってモテて、で今の俺ぐらいの顔面のレベルのね、男女関わらずブスだねって言って、でマウント取ったりしたいね。それで、であとあれだ、ヒカキンがさ紹介してた日本一高級なお茶、あれ飲んでみたいんだよね。すごい興味がある。あとはまあもう普通に本当忘れらんないようなね、恋したいね。この夏もう思い出すだけでこう胸が張り裂きそうになるような、そんな恋ね。まあざっとね、思いつくだけでもこれだけ出たんで、まあこの夏はもう間違いなく、まあ22年間過ごしてきた中でもう最高のかけがえのない学生の締めとしてふさわしい、そんな夏になることは確定しました。やっぱりね、言葉には力があって、こう声に出すことでね、それ言霊となって実現するから、この動画は本当にいい動画だった。もう最後にもう一回、まあ見たことないと思うから、みんな20万円見せてあげるよ。やばすぎない？マジで何回も言うけどさ、だってわかる、これ広げらんないんだよ、詰まってる万札がどこかで。みんなもさ、夢諦めちゃダメよ。諦めなきゃいつか必ず叶うから、俺とさ、もうここで約束しよう。画面に向かってさ、こうグータッチして俺もするから、約束な、夢叶えような、俺らで経済回していきましょう。自民党。